はい、本日はですね、安いマウンテンパーカーと高いマウンテンパーカーがどのように違うのかっていうお話をしていきたいなというふうに思います。最近ですね、ファッションのブームとしてスポーツミックスとかアウトドアっていうのは結構ファッションのブームになってると思うんですけども、どのブランドからもマウンテンパーカーっぽいのって出てると思うんですけど、今回はですね、ユニクロのマウンテンパーカーとこちらのノースフェイスのクライムライトジャケットというマウンテンパーカーのジャケットを使って比較していきたいなと思います。でまず値段から見ていきたいなというふうに思うんですが、こちらのですね、安い方がユニクロのブロックテックパーカーって言って6000円で売ってるものと、こちらのクライムライトジャケットは3万円というところで5倍ぐらい違うということなんで、これ5着分とこれ1着分が同じ値段ということになってます。で別に値段が安いから悪いとかっていうことも全然ないですし、逆に値段が高いからいいっていうこともなくて、まあ、その人によって実は向き不向きっていうのがあると思うので、まあ、この動画を参考にしていただいて自分にはどっちが向いてるのかっていうのを見てもらえればいいかなと思います。では次に用途なんですけども、こちらのユニクロの方のジャケットの用途っていうのはですね、基本的には街用、だからファッション、普通のファッションとして着るっていうのが、まあ、メインになってくるかなというふうに思いますので、まあ、普通のファッションもしくは軽い運動とかという時に着用できるっていう感じになってるかなと思います。で次にこちらの方のクライムライトジャケットはですね、生地にゴアテックスという生地が使われているんですが、この生地のゴアテックスっていうのがですね、完全防水のジャケットになっているので、まあ、こちらは登山でも使えるし、スポーツでも使えるし、ファッションとしても使えるという感じになっているので、一応どんなジャンルでも着れるようなジャケットになってます。でちなみにゴアテックスの詳しい説明っていうのはですね、以前お話しているので動画説明欄に載せますので、興味ある方は見てみてください。で次の防水性っていうところなんですけども、まあ、こちらがですね、結構変わってくるという感じになっているので、用途も違うっていうことになってるんですが、まずこのユニクロの方の防水性に関してはですね、まあ、防水性としてはちょっとどうかなっていう感じになってて、以前検証動画も出したんですけども、水にずっと濡れてると浸透して服が濡れたりとかするので、防水性はそこまでないので、やっぱり、まあ、街中とか、あとまあ軽いスポーツであれば全然問題なんですけど、一日中これ着て外で雨降ってる状態で作業するとかはやっぱり体が濡れちゃうと思うので、そうなってくると登山とかでは着用できないかなというふうに思いますので、まあ、基本的には街中とか軽いスポーツであれば、小雨程度であれば対応できるという感じになっております。なので、まあ、普段着で着用される方も、雨が降る場合であればしっかり傘を持参された上で、まあ、このジャケットを着るというようなスタイルになるかなと思います。逆にこっち側がですね、先ほども言ったゴアテックスになってますので、こちらも検証動画1回出したことあるんですが、まあ、高圧洗浄機でも水に濡れなかったっていうぐらい、まあ、防水性の高いジャケットになっているので、まあ、これは、まあ、街中はもちろんそうなんですが、まあ、過酷な状況、登山とかっていう、まあ、命に関わるような状況でも着用できるという感じになっているので、防水性は二重丸かなというふうに思います。で次に重さになってくるんですけど、まあ、一見パッと見似たような感じになっているので、まあ、重さにはそんなに違いはないかなと思いますし、持っててめちゃくちゃ違うなっていう感じはないんですけど、まあ、実際測ってみたいなと思います。それではこの袋にまずはユニクロのジャケットを入れていきたいなと思います。はい、では載せます。328g。 次はこちらノースフェイスのジャケットを入れていきます。では載せます。 272g。 はい、ということで、まあ、大体 50g ぐらい違うっていうことで、まあ、体感で 50g そんなに着てて感じることはないと思うので、まあ、両方とも軽量のジャケットっていうところは変わらないかなというふうに思います。まあ、カバンとかに入れる際とかでも折りたたんでみても、そんなに折りたたんだ形の大きさって変わらないので、軽量でコンパクトになるという感じになってました。で次の持ち運びっていうところなんですけど、この持ち運びが微妙に実は違うくて、こちらのユニクロの方は×で、こちらのノースフェイスの方は丸ということになってるんですが、このユニクロの方はですね、どうしても濡れちゃうと、この外側が濡れるのもそうなんですけど、それ以上に中も濡れちゃうので、いくらくるくるにちっちゃく畳んでもどこを触っても濡れてるっていう状態になってますので、もしカバンに入れる際などは必ず袋とかが必要になってくるかなと思います。じゃないとカバンの中がびちょびちょになっちゃうと思うので、まあ、そういう部分では持ち運びっていうのは雨が降った時とかは濡れないような袋とかを入れとく必要があるかなと思うんですが、まあ、こっちに関しては水を弾くっていう機能があるので、まあ、雨を降ってもって振ってあげれば、まあ、雨がある程度飛んでいきますし、この中っかっていうのは全然濡れないので、もしあれやったら裏返しにしちゃってくるくるっと丸めてカバンの中に入れれば、別に専用の袋とかもいらないですし、まあ、一応これはもともと袋ついてるんですけど、別に必要ないかなと思うので、持ち運びに関しては、まあ、これは結構優れてるんですが、こっちは雨の場合はちょっと微妙かなというふうには思います。
で次がですね、寿命ということになってるんですけど、まあ寿命っていうのはどれぐらい長く着れるかっていう感じなんですが、このユニクロの方のジャケットっていうのはですね、まあ、公式の分でもあるんですが、寿命が3年間ということになってるので、まあ、3年以上着てしまうと劣化が始まりますというふうに書いてあって、まあ、具体的にどこが劣化するのかっていうと、この裏側にあるコーティングっていうのがポロポロ剥がれてきたりベタベタしてくるということになっています。でこれに関してはですね、ユニクロが安いからなるっていうわけではなくて、このコーティングをしてるタイプのジャケットって全部そうなりますので、同じような感じでノースウェイスにもこうやってコーティングしてるジャケットがあるんですけど、まあ、それも同様にポロポロ剥がれてきて防水性がなくなったりするっていうのは、同じように3年ぐらいで機能が失われるジャケットがあって、それも2万円ぐらいで売ってるんですけど、まあ、そういう風にコーティングがされてると劣化してしまうっていうことになってるので、まあ、これはユニクロやからとか安いからっていうことじゃなくて、コーティングしてるジャケットはおのずと全部そうなってしまうっていう、まあ、残念な宿命があるんですけど、まあ、このジャケットも、寿命は3年ということになってます。で逆にこちらのクライムライトジャケットはですね、一応半永久的っていうのが寿命って感じなんですけど、その半永久的の半ってなんやねんっていう感じなんですが、一応生地としては完全防水でずっと防水機能っていうのは変わらないっていうことが言われてるんですが、ただその代わりこの内側についてるテープであったりとか、まあ、僕も実際修理したんですが、このジップであったりとかっていうところはですね、まあ、壊れる可能性っていうのが非常にあるので、まあ、一生は多分持たないと思うので、僕に関してもここ3年ぐらいで修理してるんですが、まあ、こういうところを修理していく必要があると思いますし、このテープが剥がれてくると、このテープも修理しないと隙間から水が入ってくるので、こういうのが修理が必要になってきますし、あとそれ以外にも穴が開くと機能が失われるので、例えば火の粉が飛んできたりとか、あと摩擦で破れたりすると機能は失われるので、一応半永久的という言葉になっています。なので値段的には5倍ぐらい違うんですが、5倍長持ちするかって言われると、まあ、そこはどうなんかなっていうところもありますし、もちろんケアの仕方とか保管の仕方とかによっても変わってくると思いますし、それ以外にもどういうシーンで使うか、例えば火の粉がよく飛ぶシーンで使うんであれば多分10年も持たないと思いますし、逆にケアとかしっかりされている方であれば10年以上楽に持つこともあると思うので、まあ、その辺に関しては値段が5倍違うから5倍長持ちするか、これが3年やったらこっちが15年持つかって言われると、まあ、そこはどうなんかなというところはありますので、いくらゴアテックスを使っているといえども、やっぱり修理はしながら持っていくっていうのは必要になるんじゃないかなと思います。そしてですね、次が装備っていうことになってるんですが、こういう機能的なジャケットっていうのは首元にドローコードがついていたりとか、あと袖口にベルクロがついていたりとか、あと裾のところにこうやってまたドローコードがあって腰を絞れるようになって風が入らないようになってたりとかするんですけども、まあ、こういうところはしっかりありますし、あとそれ以外にもこのユニクロのジャケットはですね、ストレッチ性があるので結構伸びるので、着ていて運動しててもしっかり伸びてくれるので動きやすいですし、引っかかったりしづらいっていうところも一つの特徴かなと思います。で対してこちらの方のジャケットはですね、ストレッチ性はないんですが、それ以外の機能はユニクロより整ってるっていうことで、例えばドローコードのジップとかはユニクロのより引っ張りやすい仕様になってたりしますし、で腰のドローコードも1箇所2箇所両方ついてたりするので、より体に合わせやすい仕様になってたりするんですけど、まあ、唯一ストレッチ性がないっていうのだけはユニクロには劣るかなと思うんですが、まあ、その分動きやすいような設計には作られてるっていうのも、まあ、これの特徴かなと思います。はい、ということで、まあ、こうやって見ていったんですが、まあ、これはですね、パッと見似てるようなジャケットかなと思うんですが、実はどんな人に向いててどんな人に向いてないんかっていうのが実は違うかったりしますので、その辺を総括していくと、例えばこっちのジャケット、こっちの安い方のジャケットであれば、まあ、値段が安い分気軽に着れるし、どんどん買い替えもできるので、まあ、毎年新しいモデルを買っていったりもできると思いますし、で使う用途としては基本的に街中でしか着いひんという方であれば全然問題ないと思いますし、まあ、雨に関しては傘さえ持ってれば他の洋服と変わらないと思うので、まあ、これから春の時期とかであればしっかり風も防いでくれるので防風ジャケットとして着といて、一応カバンの中には傘を入れとくっていう感じで雨が降ったらさせば全然問題ないので、まあ、どんどん新しい洋服を買っていきたい方とかであればこっちの方が、まあ、コスパとしてはいいのかなというふうに思います。で対してこちらの3枚のジャケットの方はですね、一つのアイテムを長く着たい方とか、あとより厳しい環境に行くことが多い方、それこそ趣味で登山してはる、釣りしてはる方とかであれば、こういう高機能なジャケットをお持ちの方がいいと思うんですが、まあ、普段街でしか着いひんとか、
あと洋服を買い替えるのがお好きな方とかであれば先ほどの方がいいと思うんですが、まあ、これはほんまに一着を長く着たい方とか、まあ、修理してでも長く着たいっていう方にはこれはめちゃくちゃ向いてるジャケットやなというふうに思うので、まあ、よりハードな環境もしくは長く一着を着たい方っていうのはこういうジャケットがいいんじゃないかなというふうに思います。なので値段が5倍違うからって言って高い方がいいっていうわけじゃなくて、その人がどういうスパンで着てどういう用途で着たいかっていうことによってはどっちが向いてるかっていうのは全然違うかなっていうのが分かっていただけたと思うので、まあ、こういう特徴を比較しながら自分にはどっちが向いてるかなっていうのを選んでいただければいいかなというふうには思います。まあ、例えば僕とかやったら晴れの日とかやったらこういうのを着ておいて、ちょっと雨降りそうやなって天気予報で出てる時とかはこういうゴアテックスの防水のジャケットを着とけばいいと思うので、まあ、天気を見ながら選ぶっていうのも一つ手かなというふうには思います。はい、という感じになっておりますので、まあ、値段が高い安いで少し微妙に使う人の用途が変わってきたり、向いてる人向いてない人が違うっていうお話はしたんですけども、途中でもお話ししましたが、ユニクロのジャケットは安いから劣化するっていうのは全然違うので、ノースフェイスのアイテムでも同じように劣化するアイテムはありますし、もちろんパタゴニアのアイテムでも劣化するアイテムはあるので、それはコーティングをしてたりとかするので、どうしてもコーティングっていうのはスニーカーでも加水分解ってあると思いますし、あとスキニージーンズとかでも伸びるけどそのうち伸びっぱなしになっちゃうってあると思うんですけど、ある素材を使ってればこれは絶対起きる現象で、使ってなくても劣化するんですが、まあ、そのある素材っていうのがポリウレタンという素材になってるんですけど、まあ、これを使ってればもうどんなジャケットどんな服どんな靴でも劣化するのはもう仕方ないことなので、まあ、これはユニクロが悪いとかノースフェイスが悪いとかっていうわけじゃなくて、もうこの素材っていうのはもう絶対劣化するので仕方ないんですが、その代わりめちゃくちゃ万能というかストレッチ性があって動きやすいっていう特徴もあるので、まあ、そこは一長一短やと思うんですけど、めちゃくちゃ動きやすくてその代わり劣化するものがいいのか、動きづらさより環境に適応した方がいいのかっていうのは、まあ、その辺はご自身で選んでいただければいいかなというふうには思うんですが、まあ、今回である程度どういうのが違うかっていうのが分かっていただけたかなというふうには思います。で、動画の途中でも言った通り防水の検証とかっていうのは下の動画説明欄に貼ってますので、もし興味ある方がいらっしゃれば見ていただければなと思います。まあ、一応僕が体張って30歳のおっさんが頑張ってますので、まあ、ちょっとどんなんか見たろうと思う方は下から見ていってください。はい、ということで本日はですね、安いマウンテンジャケットと高いマウンテンジャケットは何が違うのかというお話をしてみたという動画になってます。以上ありがとうございました。